誰かわからないんですけど、私はその本当にポメラニアンが来てくれることをとっても期待しています。本当にね、わかんないんです。可愛くてモフモフっていうことしか知らないので、呼んでみますか。今回お越しいただいたゲストはこの方です。ちょっと待って、フォークを一本にしてもらったの。なんで？私が食べさせてあげる。ちょっと何これ。ちょっとどこ食べたい？うん、私ね、うん、あの生クリーム食べられないの。みんなどうしよう。いつご任せて。いちご食べる。え、任せ。あ、もうさ、でもね、上様のウとか食べる。あ、でもこれも生クリーム。あ、ね、ちょっとついてるの大丈夫なの。だからね、いちごとかでも大丈夫。いちご大丈夫、うん、じゃあいちご食べてもらおうかな。ありがとう。一回乗せるね。うん。こうしてね、こうできるだけの愛情を。ありがとう、ありがとう。生クリームを削ぎ落とすことによって。そう、なんかね、ダメなわけじゃないんだけど、うんうん、あの脂っこいもの食べられなくて、その生クリームもね、脂が多いじゃないですか。割とね、うん、そうそう、すごい汚いね。誰のせいだ。はい、じゃあ食べてもらおうかな。はい、おっきいよ。あー、お誕生日おめでとう。あ、唇にめっちゃ生クリームかかった。あ、よかった。ここに置いといて、生クリームがでも視野に入るのはね、ちょっとあれかもしれない。私の方に置いとかして、見てるだけで胃もたれするかもしれない、ね。つらいな。じゃあここにね、上様おめでとうということで開けてもらいまして、ありがとう。みえ食べないの？私じゃあ食べないの？私生クリーム食べるね。ちょうだい。生クリーム食べてくれる、うん、じゃあこの生クリーム山になってるところで、ね、マジで生クリームだけだね。じゃあもらおう。はいはい、いただきます。うん、液体だ。あの食感ゼロ。やったね。やったね。美味しいね。美味しい。甘くてとっても美味しい生クリームでした。よかった。もうレーナの分まであとこのね、4山あるからあと全部食べますね。生クリーム。美味しい。ありがとう。おめでとう。ありがとう。ありがとう。